こんばんは。なんか近いな。まあいいんだけど。なんかカメラ近いな。すげえ近く。だいぶ遠くにあったけど、だいぶ近いな、これ。まあいいけどさ。これ。どんだけ近く寄ってくるの、これ。もう距離で言ったら 1.5 ぐらい離れてるんじゃないかな。それでこんな近くなる？びっくりしますよね、ほんと。まあまあまあ、そういうのもありながら、帰国ライブを始めたいと思います。何帰国ライブって。いやー、これね。まあ、帰国のお話をしたいんですけどね。帰国も大変でしたよ、結構。なんか、直で帰れないから、なんか、大変でしたよ。どう？帰るのに、12時間ぐらいかかったのかな。いや、結局丸1日かかったのかな。地元に着くまでには丸1日かかってますよ。大変だった。流れだけ言いましょうか。まずバリから、デンパサール空港なんですけど、デンパサールから、バリが、あ、バリじゃない。関空、羽田が、まず飛んでないです。まず、それがね、痛かった。直行便がない。おいで、しばらくもう、しょうがないから、ほかっといたんですよ。直行便ができるまで。ビザもないからね。それで、まあ、直行便、ないんですけど、まあ、しょうがないと。帰るしかないってなって、で、帰る準備をしてて、そしたら、ジャカルタ経由、インドネシアの首都ですよね。今なんか移動しようとしてんのかな。インドネシアの首都行って、そっから、関空が、チケットが変更になってたんで、まあそれで帰るかっつうことで、それで帰ろうとしたわけですよ。そしたらインドネシア国内を移動するのにラピッド検査必要だっていうことになって。まあ、ラピッドってあの血液の、コロナ検査ですよね。それを、3日以内。移動する日の3日以内のラピッド検査が必要だっつって。それで、ラピッドの予約をしたんですよ。7月の何日だっけ ?7 か。7に帰るから、前日の6日に予約したんですよ。まあ、それから、まあ、ちょっとね、ラピッドするんだったら、PCR もしちゃえってことで、PCR 検査も僕、インドネシアでしたんですよ。それで、まあ、それが陰性、ネガティブですよね。だったんで、まあ、よかったなと、思いまして。まあ、それでね、だってポジティブだったら、僕、帰れないですからね。インドネシアで仮生活が始まるっていうことだったんで、ドキドキでしたけどね。まあ、無症状でね、あったら嫌だなと思って。ほいで、まあ、それはクリアして。ほんで、ラピッド前日に撮って、それもクリア。血ですね。で、終わって、7日にの、8時かな。8時に、飛行機が出るっていうことで、今コロナの時期なのでね、飛行機がね、大変なのでね。4時間前に空港に行ってくださいって言われて。それで行ったんですよ。あ、4時間前って言ってたんだけど、前日、前々日か、月曜日、5日に発表があって、まず、ラピッドは3日以内って言ってたんだけど、14日以内に緩和。そのね、むっちゃ早く言ってって感じですけど、14日以内に緩和されてて。で、前日に3日前に
あ、違う。14日だったら行けるってことで。で、空港に来るのも3時間前の搭乗手続きをしてください。チケット発券してください。って言われて。で、前日にウェブでチェック、入ろうと思って、チェックインしようと思って、荷物をね。そしたら、できなくて、ウェブチェックインが。まあコロナの時期だからかな、わかんないけど、できなくて、それで、入る、どうしたら、3時間前に行ったのか。それで、3時間前に行ったら、あのね、こうびっくりするけど、3時間前に来いって書いてあったけど、その、チェックインカウンターが2時間前しか開かないみたいな。ほんで、まあ2時間前ですわ。2時間前に、空港行きまして、チェックインカウンターオープン。まあその時点で1時間俺待ってますけどね。チェックインカウンターオープン。で、そっから飛行機2時間待って、ジャカルタに行きました。8時の便で。で、これね、ちょっとね、意外だった。これ僕ね、考えてなかったんですけど、あのね、ジャカルタとバリで、あれがあるんですよ。時差。これね、同じ国の中で時差があるなんて僕、思ってなかったから、なんか飛行機の時間おかしいな、みたいに思ってたんですよ。で、8時に着いて、あ、8時に出発して9時着なのに、飛行時間2時間になってたんですよ。まあ、そのチケット全部到着っていうか現地時刻なので、そしたら、まあ、実際は2時間ですよね。飛行機飛んでる時間って。時差があるから。なんで、1時間前倒しになるのかな。ジャカルタが、バリの。上で飛んでたら、1時間経ってもつかないから、どこ飛んでんのと思って見たら、全然届かないからさ。だって、マレーシアだって、僕、バリにいた時にマレーシアとシンガポール行ってるんですけど、シンガポールだって2時間ぐらいで着いたし、バリだった、マレーシアだって2時間半ぐらい ?3 時間かかってないと思うんですよ。で着いたし。もうね、意味わかんないと思って。まあ、飛行機ってそういうもんですよね。で2時間乗ってジャカルタ着きました。で、そっから、あのね、8時、だから現地時間で9時に着いたのか。で、そこでまあ、ラピッドとか、まあ、問診、熱ありますか、体調悪いですか、みたいなことを、聞かれまして。まあ、飛行機の中でも紙書いてね、それで提出したんですけど、その時点でね、もうね、乗るときも、CA のお姉ちゃんとか、チェックインカウンターのお兄ちゃんとかが、もうね、散々聞いてくるわけ。体調どうですか体調どうですかって。悪くないし、もう検査の結果持ってるし、って思って、まあ言ったけどしょうがないけど、言ったわけですよ。ほいで、飛行機に、11時、もう12時近くかな。の、あ、違う、11時5分だ。まで、ジャカルタ空港で、まあ、そんななんだかんだやりながら待ってて。で、11時15分だ。に、飛び立ったわけですよ。ジャカルタを。それで、関空に向けて、飛び立ちまして、そこで7時間かな。まあ、飛行機だけで9時間か。飛んでって。それで、朝、関空着きますよね。そしたらもう、50、60人ぐらいの人が立ってて。ほいでね、もうこっちです、こっちです、あっちです、こっちです、あっちですって言って、誘導されて。まあ、その模様も YouTube にアップしますけども。まあね。まあまあ、でも、そもそも撮っちゃダメだって言われたんで、大変でしたけど。ほいで空港に着いて、そしたらね、降りれないの、まず。飛行機から、もうなんでっつって、なんでっつって CA に言ってたら、なんかガチャガチャガチャーっつってて、それでね、
そしたらね、白装束の、なんていうの、ああいうの、防護服着た人たちが、人たちっていうか一人入ってきて、おっさんが。ほんで、この機内アナウンスのマイク使って、まず子供連れで、自宅に帰れるお客様、優先で降りてください、みたいな。ほいで、言うんだけど、日本語で言うんだけど、みんなジャカルタから行ってるじゃん。ね。そうすると、ジャカルタから行ってるから、誰も、日本語わかんないわけ。なんだったら、CA の人も曖昧なわけ。日本語が。英語じゃないから。ほいで、もう、それでね、なんか、降りてくださいって言ってんだけど、誰のこと呼んでるかもわかんないし、CA に聞いても、は？は？みたいな感じだったから。何これと思って。それで次に呼ばれたのが、自宅待機できる、日本に住所のある方。みたいな。旅行者の方みたいな感じで、あ、俺だと思って。それで、うわ、すいません、すいません、つって、わーって。って降りてって、そしたらなんだ？今度椅子にこうやって並べられたのか。もう1メートル置きぐらいに通路ブワーって椅子置いてあって。もうね、ほいで、3枚ぐらいの紙をね、空港、飛行機の中で渡されてたので、書いてたわけですよ。それをちゃんと書いてるかどうかチェックするわけ。順番に。で、これ日本っぽいなと思ったんだけど、順番にチェックしていくでしょ。そうすると、すいません、これもチェックしてくださいって、僕3番目だったから、これもチェックしてくださいって言って渡しても、あ、待ってください、この方終わってから行きますって言うわけ。それやってたら、もうね、終わらんよと思って。それで、もう、そちらの方に書いてるんで、今、紙がなくてね。それしかも、日本語多分喋れる方なのかな。もう書いてるから、こっちもチェックしてよっつって、もう書いてあるから全部、書いてあるかないか見てよっつって、これ見てもらって、あ、そしたらもう OK ですどうぞっつって、僕はね、10秒ぐらいで終わりましたけど、だから前の人は10分ぐらいかかってた。その差もよくわかんないし、おいでそれ、紙のチェック終わったら荷物のとこ行くわけですよ。荷物のとこ行ったら人が座ってて、そこに紙を提出するわけ。おいでそこチェックするわけ。二重チェック。さっきのチェックなんなんみたいな。まあまあ、そこでね、ガーって混んじゃうといけないから、ソーシャルディスタンシングを取るために、こう開けるわけですけど、そのね、別にそこでじゃあチェックすればいいじゃんみたいな、そのソーシャルディスタンシングを取ってるとこ、まあまあまあそれはいいとして、それでチェックしたら、今度病院っていうか簡易の病棟、まあ空港の中多分あると思うんですけど、検疫があるから、そこの病と入って、問診。あなた大丈夫ですか？どうのこうの、どうのこうの、どうのこうの。それで、それが終わったら、ラピッド検査。ラピッドじゃない。PCR。で、PCR も鼻に綿棒をこうやって突っ込みます、みたいな。もうね、どっ狭い。もうこれ、うちも狭いけどさ、どうだろう、2畳ぐらいのスペースに、その防護服着たおっさんと、僕一人ですわ。マスクしてこうやって入るでしょ。そしたら、じゃあこれ、綿棒突っ込みますんで、マスク取ってくださいみたいな。で、これ取るでしょ。そしたら、行きますね、つって。1、2って数え出して。1、2、3、4って、3で終わると思うじゃん。4、5で終わると思うでしょ、次。5、6、7って、7まで数えて。いや、最初に7までって言って、みたいな。じゃないと、3か5で終わると思うからと思って。
まあそんなにいいんですけど、そうやってやって、検査、あ、じゃあ OK ですって言って、次が、なんだっけ、次が、あ、次その検査の結果、どうしますみたいな。連絡先がどうのこうのどうのこうの、メールありますかどうのこうのどうのこうのって書いて、で、終わり。それで、あと通常、イミグレ通って、次。みたいな感じでしたね。イミグレ通って荷物か。荷物検査してもらって OK。だから、思った以上は早かったんですよ。まあ僕多分先に呼んでくれたからだと思うけど。それでそこで空港で、奥さん迎えに来てくれるって言ってたんで、連絡したら、今まだ、三重にいる。愛知県からですよ。今、三重にいるっつってて。まあまあ。で、って言ったら、大雨だっつって。それで、後で聞いてみたら、すごい雨だったらしいんですけど。あ、まあ全然気をつけてね、みたいな。まあまあ、しょうがないからね、だって。そんな、ごねだって。だって、朝7時に出たっつってたから。それでまあ、終わって。で、迎え来てもらって、そのまま車で、帰ったと。それで今、14日間、隔離っていうか、自粛、外出自粛、なわけなんですけど。これで、その間に、いつ連絡来るとかも言ってなかったんだけど、コロナ。翌日にね、電話あったんですよ。だけどね、非通知。もうね、関空が非通知でかけてくるから、かけ直せれないじゃんね。何と思ってたら、なんかメールが届いてて。で、メールに、結果をお知らせしたいので、こちらの番号にお電話くださいみたいな。いや、もう非通知やめてみたいな。それで、メールで電話したら繋がんないわけ。何それみたいな。もう繋がんないのはいいんですよ、別に。だって、忙しいからしょうがないじゃないですか。そしたら平日しかやってないっていうし、5時までっていうし、これね、なんか連絡が取れない人がいるとかニュースでやってたけどさ、いや、非通知でかけてきて、これ、かけ直せんし、メールで言っても電話がかけれんし、みたいな。繋がらんし、みたいな。そのどうしようもないじゃないですか。それでまあ、緊急だったら、まあ、ね、ガンガン電話あるでしょうし。そっからだって電話ないからかけ直せれないもんね。多分まあ、ネガティブでしょう。だって、そもそも、PCR、ラピッド検査して、で、ニューノーマルの飛行機、席空いてるわけですよ。ニューノーマルだから。ニューノーマルの飛行機に乗って、これでチェックインカウンターも全部ソーシャルディスタンシングですよ。全部。待合室も全部。で、来て、関空で、陽性です。なるわけないじゃん。いや、普通に考えたらですよ。なる可能性はあるけど、基本なるわけないでしょ、そんな。陽性ですって。あ、駿河さん、こんばんは、大変ですよね。大変ですね、ほんと。まあでも、しょうがないですもんね。まあ、それが海外組の宿命ですよね。いや、それで、ソーシャルディスタンシングでやって、で、そこから、車で移動してきてるから、これで、ポジティブだったら、何？もう日本で移ったか、もう飛行機の中で移ったかですけど、飛行機の中で移ってたら、その、チェックインカウンターだ、なんだかんだ、その、何、ソーシャルディスタンシングも、ニューノーマルの飛行機も、意味ないってことになっちゃうから、まあ、ネガティブでしょうね。陰性。じゃなかったらおかしい。これで無症状の、なんやかんやだったら、びっくりしますよね。そりゃコロナうつるわって。で、コロナも、最近、あれって言ってますよね。
なんだ、空気感染するって。あのね、これね、言ってもしょうがないですけど、言ってもしょうがないですよ、本当。だけど、僕、ずっと1月から言ってますからね。あの、いや、空気感染しなきゃ、あの、こんなに広がらないと。飛沫だけとか、最初飛沫も残んないみたいなこと言ってたでしょ？飛沫もそうですけど、空気感染しなきゃこんなに広がるわけないじゃんだって、つって。言ってましたよね。まあ、結局空気感染するって話じゃないですか。空気感染というか、その飛沫で残ってとかじゃなくて、その、泡っていうか、よだれに包まれてないウイルスが、ね、っていうね、とか、あともうなんか一律僕15万配れ配れって1月から言ってましたけど、まあ、30万になってすごく文句言って、まあ、それがね、10万になったり、あとはあれですわ、マスク高騰した時に、日本でね、もう、僕、バリいたんですけど、バリは、その、洗えるもの、普通のマスク使わないと、もう洗えるもの使うし、あの、バイクが多いから、バイクっていうこの、よく、排気ガス吸っちゃうから、マスクするじゃないですか。それで、そのマスクも全部、その、あの、スキーの時にやるやつとか、あと、人によってはハイネック伸ばしてたりね、っていうのがあったし、もうね、そんなマスクなんか別に作らんでもいいじゃんみたいな、バンダナ巻いときゃいいじゃんつってて、そしたらなんかその当時はね、もうまあ日本の方と話してるた時はもうみんなダサいとかそんな流行んないとか言ってましたけど、もう今見てくださいよ、ジョニーデップとかね、みんなそのバンダナしてるじゃないですか。あれはあれでかっこいいでしょ。だから、まあ、やる人によってはそうやってなっちゃいますけど。まあ、だから僕のその過去の動画を本当見てほしい。ライブ配信とか。もうね、本当、もう流れは、言った流れで来てますよ、本当。あと、僕、未来予想図ですよ、これ。これはね、多分そうですけど、リモートワークは日本人に合わない。っていうのは、これも2月3月には僕ライブで言ってると思うんで、また見てください、本当。リモートワークしたい業種っていうのはいっぱいあると思うんですよ。まあ今日、話してたら、なんだっけ。あれとか。求人誌の方とかね、もう大変そうだったんですけど、話聞いてたら、求人誌とかね、もともとリモートワークしたいわけじゃないですか。だってわざわざお客さんのとこなんか行きたくないですもんね。リモートで受注受けて発注してね、会わんで済むだったら会わんで済むからいいと思うけどさ、そういう業種じゃなければ、そういう業種って多分コロナ前から多分準備してたんですよね。いかんでもいいように。だからこう、馴染めるというか、リモートワークが超早く、スピードを早くできたと思うんですけど。まあ、あとはね、その多分リモートワーク向いてないなって思いますよ。これね、なんで向いてないかっていうと、リモートワークって、完全成果主義になるじゃないですか。で、働いてるとこを見てないから。でも日本の企業って今までその働いてるとこを見て評価してきたわけでしょ。しかもまあこれは良くない評価ですよ。例えば残業してるとか、こいつ長く頑張ってるな、朝早く来てなんかやってるなとか、そういうなんかこう精神論で評価してきたわけじゃないですか。それをリモートワークで完全成果主義になって、これをやってるやってないだけで評価されてくっていうのは多分日本人には合わないんじゃないかなって思いますね。なので、だからやめましょうとかそういう話じゃないですけど、なんか仕事を全部リモート化しようとか、仕事を全部、
なんだ、こう変えましょうみたいな、そのオンライン化しましょうみたいな流れってちょこちょこ見かけるんですけど、多分ね、無理というか、合わない。だから、その、ニューノーマルに合わせるっていうのは、僕はちょっと間違ってんじゃないかなって思いますね。ニューノーマルに合わせるっていうのは、なんか、ウィズコロナの考え方じゃないですか。でも、コロナって、こう、変わってくると思うんですよね。コロナじゃなくて、違うのがポン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 出てくる。中で、じゃあ、ね、例えばその、何があるかな。コロナじゃなくて、最近あれ知ってます？豚インフルエンザ。豚インフルエンザってあるんですけど、豚インフルエンザ、新しいの出たの知ってます？なんか出てきたらしいですよ、豚インフルエンザが。こういうなんか情報も入ってこないじゃないですか。あと何？永久凍土あるじゃないですか。永久凍土の中に未知のウイルス、これは知らないですよ、都市伝説ですけどさ、未知のウイルスが入ってて、それが拡散されるんじゃないかみたいなこと言ってましたけど、これは完全にあれですよ、都市伝説なんですけど、豚インフルエンザは本当に新しいの出てきてて、何人かもう亡くなってるらしいんで、まあ広がるかもねみたいなってなっていた時に、まあウィズウイルスになるのかな。まあ今もウィズウイルスですけどさ、それでさ、これからさ、先になんかアンチウイルスができるかできないかみたいな。ね、SARS は結局できなくて、なかなかで終わったわけじゃないですか。まあコロナもなんかそんなような流れですよね。だけど、その、感染が止まらないから、感染の数が。まあそれじゃあ、まあやばいだろうっていうことになってますけど。まあまあまあ。その感染の数が、まあなんか、ちょっと聞いたんですけど、なんか、ウイルスができたらこうはならないみたいな意見とかちょこちょこ聞くんですけど、まあ今ないからね。ないからこうなってるわけで。っていうのありますよね。コーヒー味濃いな。っていう、コロナが、アンチウイルスがないからこうなってるわけで、じゃあないのにどうすんだって話ですよね。いや、このまんまフェイスシールドしてマスクして生きてくの嫌ですよ。僕はね。まあ、できてくれないと困るというか、アンチウイルスが。じゃないとなんか、まあ、このままなんか、あんまり人と会わずに、極力。まあ、もともと会ってないのかもしんないけど、顔を見ずにさ、やってくのって、きついっすよね。きつい、けど、なんか、みんな馴染もうとしてるからすごいなと思って。なんか、できてないんだよ。できてないんだけど、そこで馴染もうとする気持ち、もう絶対なんかこう、抗いたいなと思うんですよ、僕は。ジョブズが iTunes 作って、音楽 CD とか、ね、やったときに、なんか馴染めないっつって、CD いつもでも販売してるような、とかあったじゃないですか。まあ、例えば、サザンとか。まあ、サザンは早かったかな。あと、ミスチルとか。ミスチルはもう CD ジャケット買うとこからが音楽だ、みたいなこと言ってたし。まあ、今結局ね、
何これ、オンラインで配信しだして、まあ、僕はもうまた買う羽目になったわけなんですけど、そういうのとか、あと何それ、ジャニーズとか、もう SNS とかやんなかったけど今やりだしてるわけだけど、その時代にこう合わせてきたっていうのがあると思うんですけど、なんかウイルスに関してはなんかニューノーマルニューノーマル本当にみたいな、なんか本当になんかバイオハザードみたいになってるっていうかさ、なんか咳でもしようもんならね、このマスクせずにさ、みんなで会ってさ、咳でもしようもんなんだったらブチ切れられそうですけどさ、それでもなんかまあ嫌ですね。ニューノーマル僕はあんまりやりたくない、やりたくないけど、今そのワクチンとかアンチウイルスとかがない状態を考えるとしょうがないのかなと思いますね。もう周りに迷惑をかけるのも嫌なのでやるしかないですよね。そんな僕も今14日間隔離自主外出自粛ですけど嫌ですもんだって、本当はすごい嫌だけどしょうがないもんね、やるしかないというか。何もできないもんね、だって動けないっていうか、どうすんのみたいな何これ、紐の長さなんでパーカーってこうなるの俺。まあ雨降ると寒いですね、今日とかめっちゃ寒かった。鶴賀さん2週間やること、2週間やることはそうですね、なんかあるかな、なんかリモートでみんなで卓球でもやります。鶴賀さんないです年会卓球口でスマッシュとかサーブはないか、バレーとかアタックレシーブとかって口でやって審判がピーッつって、何が面白いのか分かんないですね。あ、リモートで古今東西とかやったらいいかも。暑っ。なんでこんな暑いの？寒いとか言っといて。とかね。なんかまあ、やることないですよね、ほんと。だって、バリで僕、仕事しかしてないですから、仕事し、朝行って、もう誰もいないですよ。ニューノーマルだから。あ、ニューノーマルっていうか、自粛、外出自粛だから誰もいない。んで、朝行くでしょう。それで、夕方帰るでしょう。そしたらもう、家から出ないですもんね。それの繰り返しに、2ヶ月間。3月末ぐらいまでは、お店も営業してたし、やることはいっぱいあったんですけど、それでそっからもう徐々に準備して、結局準備なくなって、何もやってない、顔出して、本当警備やって、オープンしたらどうだとか、オープンしたらこうだっていうのをシミュレーションしたりっていうのをずっとやってた。だけどもな、まあコロナのせいにはしちゃいかんけど、コロナも、ね、結構な被害をね、被りましたよ、僕も。2週間か。もうみんなもうでも、外出自粛って日本って何日ぐらいだったんだろう。3週間、1ヶ月ぐらいやったのかな ?2 ヶ月ぐらいやったのかな、わかんないけど。そんなに長くないですもんね。もう今もね、だって9時ぐらいになると全然誰もいないですけど、これ、普通でしたっけこれ。誰もいないじゃないですか、外。夜。あんまりにも、やることないから、
ベランダ出て、こうやって外見てるんですけど、誰も動いてないけど、8時とか9時とかになると。こんなんでしたっけ？住んでるとこ。全く覚えてないな。あんまりにもいなさすぎるなと思って。アスロガさんいないです。あ、そうですか。そんなもんでしたか。覚えてないな。まあね、こうやって咳するだけでも嫌がられるし、飛沫がどうのことかなるし、まあインフルエンザもそうですけど、何？豚インフルエンザとか言っちゃかんのかな、まだ。なんか、変な、カタカナで言わんといかんじゃないかな。新しいのも出たし。まあ、バリもコロナと同時にトンコレラとか出てて大変でしたよ。だけど普通になんか豚は食ってましたけどね、焼いて。焼いたら大丈夫だ、みたいな。っていうね、なんかね、そういう、ニューノーマルっていうのは、あんまり僕、馴染めんな。やらんといかんけど。やらんといかんけど、馴染めんな。あとは、なんだろうね。どうすんのかね、俺。だって、一年ベースで、僕言ったけど、お前、一年ベースで復活できん、年ベースで、一年じゃない、年ベースで復活できんくなっちゃうよって、思ったんだけど、SNS でも言ったけど、復活できるのかな、これ。まあでも3分の2ぐらいまで戻ってるとか、あと、元気な話すれば、ね、影響がなかった企業で、1位、ソニー、2位、ニンテンドー、まあゲーム機ですよね。ゲーム機はあったね。あとはまあアプリとか、の会社っていうのは、そんなに影響ないどころか、逆に儲かったんじゃないかな。多分。まあ、1位には覚えてますわ。そのソニーとニンテンドーだったなっていう。あと、ユニクロね。ユニクロはなんか、こう、他のファストファッションにないようなマスクとか、インナーに力入れてるから、いいんじゃないかって言われてたけど、まあ、ユニクロって買ってるのって日本人が多いですからね。やっぱり。日本で有名だけど、日本の企業だから、海外でそんな売れてないんじゃないかな。なんか、ありましたよ、ユニクロ。どこ行っても。だけど、バリのユニクロは、やっぱね、流行ってなかった。人がいなかったよね。なんか、H&M とか、Forever 21なかったから。ザラとかの方がやっぱ入ってたし、みんな買い物行ってたかな。ローカルの子も。ユニクロ行こうっていう人があんまいなかった、ね。そう思うとユニクロって日本だけなのかな。まあ、日本だけで売れてたらすごいけどね。日本だけで売れれば食っていけますからね。全然本当にすごいことですけど。まあでもだって、すごいよね、ユニクロって。考えてみたら。世界でやってる企業より、日本だけでやってる、売れてる企業の方が、お金持ってんだもんね。儲かってんだもんね。やっぱすごいと思うな。これで、Forever 21とか撤退しちゃうし。まあ、サイズもあるだろうけどね、海外の。サイズと日本のサイズっていうのが、サイズ違いがあると思うけど、大きいのがないとかね、ユニクロが。逆に言えば。っていうのありますけど、やっぱ、すごいなと思いますね。
インナーとマスク。マスクで、ユニクロのマスクで。だからもうバンダナでいいじゃん、みたいな。いいと思うけどな。なんか、まあまあ、あんま悪口言うのやめよう。今年はもう悪口言わずに生きていくようにしますわ。人の。自分のことも下げてましたけど、自分の悪口も言わず、人の悪口も言わず、文句を言わずに生きていこうと思いますね。うん、あとまあ、最近の話題といえば映画のジョーカーを見まして、やっと。ちょうどね、ジョーカーやるぐらいに、あ、やり始める、行ってから、バリ行ってからジョーカーやって、全然見れなくて、一回帰ってきてますけど、正月一週間だけだったんで、ちょっとその、いろいろやることがあってバタバタと、できなかったんですけど、ジョーカー面白いわ。あのね、ジョーカーの凄さをもっと見てほしいな、みんなに。ジョーカーすごいっすよ。うん、ダークナイトとか見てのジョーカー。もしくは、そのアメコミとかの内容入ってのジョーカーとやっぱだいぶ違いますね。あと、スーサイドスクワットでしたっけ？のジョーカーもかっこいいし、あとはその、ホアキン・フェニックスのジョーカーはすごい良かったですね。もう最初の笑い方からがジョーカーっぽかったもんね、なんか。痩せ方とか。あの映画に対してのこう意気込みが良かったというか、まあ、感動させられましたよね。まあ結局、ジョーカーっぽい話、ジョーカーっぽい終わり方でしたけど、これ怒られちゃうかもしれんけど、めちゃめちゃ共感できましたね。ジョーカー。まあ、ジョーカーの言ってたこと僕も言ってましたから。だからちょっと共感することが多かったですね。ジョーカーに共感っていう。あんま良くないかもしれんけど。まあわかるね。ジョーカーと居酒屋行ったら、閉店ですよって言われてから3杯飲んでるわ。お酒飲まないけど。そんくらいわかる。ナルトのわかるってばよの術みたいな。わかるってばよみたいな感じでしたね。あれ面白かったです。もう歴代映画の中で本当かなりもう昔の映画とかこう忘れてっちゃってるからなんかなかなか比べようがないですけど、それでもジョーカーの方は面白かったかな。うん、よかった。なんだろうね、ジョーカーやる人って、意気込みが違うというか、何なんでしょう、あれは。ジョーカーへの気持ちというか、こう思いが違うのかな、わかんないけど。あと、もう帰ってきてからもう見てない映画をわーっと見たんで、あと何見たかな？スター・ウォーズ、フォースの覚醒だっけ？スカイ・ウォーカーの夜明けだ。スカイ・ウォーカーの夜明け見て、あ、そういうことか、みたいな、のあったし、あと、なんだっけ？ハーレー・クイーンの、ジョーカーと別れた後のやつ。スーサイドスクワットでしょ？ジョーカー。あと、パイレーツ・オブ・カリビアン、今日はこれからタイタニック見ようかな。タイタニック。あ、タイタニックじゃない。タイタニックじゃねえわ。
全然違う、タイタニック。なんでタイタニック見るの？今からあれですわ。あの、ターミネーター。確かってね。ターミネーター見て、あと、スタンピード。ワンピースのスタンピードもちょっと見たい。あと、もう伏線回収しだしましたからね、ワンピースも。あと何がある？や、見てないの。あ、X-Men。X-Men のジーンのやつ。ね。あれも見てない。それ見て、なんか映画ここ、毎日3、4本見てますね。1日。あと何見たいかな。何やってたかな。あ、あれ見た。パラサイト見た。パラサイト見て、パラサイトも面白かったな、やっぱ。あれだけ話題になるだけのことありますね。まあ、全部映画館で見たいけど、あと、ジョーカーは映画館で見たかったな。なんか、噂では、まあ、単館上映かもしれんけど、ダークナイトやって、ダークナイト終わったらジョーカーをやるみたいな。めっちゃいいじゃん、それ、みたいな。映画館で。見れるみたいなことやってましたね。あと何があったっけな。単館じゃない。あ、夏だからサマーウォーズ。僕ね、サマーウォーズ見てないんですよ、アニメ。見てないかったら、サマーウォーズ。僕、まあデザイナーやってたんですけど、デザインやってる人でサマーウォーズ見てない人なんかいないよ、みたいなこと言われて、え、そうなの？みたいな言われてから10年ぐらい経ちました。10年経ってサマーウォーズ見てないから、サマーウォーズ見て、あとなんだろうな、何見たい？映画。いっぱいありますよね。忘れてるの。あと、ここ角折れてる人、マーベルの。あ、マーベルで思い出した。スパイダーマン。スパイダーマンのホームカミングの次のやつ。も見たい。だけど、なんかね、やっぱバランスがあるじゃないですか。見るバランス。アニメ見て、ジョーカー見てアニメ見るわけにはいかないでしょ、なんか。なんとなく。だから、シリアス見てコメディみたいな。なんかその辺のバランスが難しくて、ずーっとシリアスで来てるから、まあ、パラサイトはコメディだったけど。あとなんか、ハーレークイーンもコメディでしたね。あとなんか見たいですね。バランスとって。昔の映画とかも見たいし、とか思いますけどね、いろいろね。ああ。なんか、いろいろありますよね。僕、その映画で好き嫌いってあんまないんですけど、ホラーは見ないんですよね。ホラー怖いから見ないっていうのがあって、パイレーツ・オブ・カリビアンって最初、一番最初のやつね、バルボッサが骸骨がこうやって月の光に当てられると、じゃあ人間で月の光に当たると骸骨になるみたいな CM やってて、いや、ジョニー・デップだけどこれ、ホラーじゃんと思って見てなかったですからね。そしたら、全然ホラーじゃないっていうね。とか、まあ一番多いのはサスペンスが一番見るかな。あとは実話とかが見るのが多いですかね。まあだから、なんでこれ、じゃあ映画見れなかったのって話ですけど、別にバリで見ればいいじゃんみたいな。バリで僕見ようと思って、一番最初行く前に、ミッションインポッシブル全部と、
その時まで出てたやつ全部と、あと何本か、スティーブ・ジョブズとか、なんかその時に見たいなと思ったのを買ったんですよ。それでダウンロードしたんですよ。そしたらね、アマゾンプライムが使えなくて、インドネシアで。それで一応開くんですけど、あ、海外でも見れる映画とかいう項目が出てきて、それしか見れないんですよ。それで、なんか VPN とか解除したらいいのかなと思って、やったんですけど、VPN じゃなかったみたいで、インドネシアでは見れなかったですね。なんで、結局、向こうでも映画館あるんですよ。映画やってるんですけど、英語はわかんないし、英語の字幕だし。じゃあ、英語の字幕じゃない。インドネシア語でやって英語の字幕なのかな。だから、ちょっとよくわかんないから、行ってないですね、映画館。それで、僕だって最初、今だったらわかりますけど、最初、飛行機の中で映画見てて、日本の映画全部見尽くしちゃって、もう全然眠くなかったから、朝出たからね。8時間どうしようと思って。それで音楽聴いてたんですよ。それでまあ、映画もう一回見ようかなと思って。まあ、英語でいいやと思って、なんとなくわかるでしょうと思って、見てたんですよ。そしたら10分ぐらいしたら、トゥリマカシーって聞こえてきて、あれこれ、インドネシア語じゃんと思って。インドネシア語で映画見てましたよね。だから英語とインドネシア語の区別が10分間気づかないっていうね、ことがあったんで、よっぽどわかるようになったんじゃないですかね、今。ちょっとぐらいはね、ちょっとっていうか本当単語ぐらいだったら、なんかずっと聞いてるもんは覚えますよね、それ。アパーパーとか、ブラパーとか。アクチンタカムブラパもうこんくらいのインドネシア語だったら喋れるようになりますよね。多少。で、英語も、まあ、どうだろう。まあ、インドネシア語は全くわかんないから、英語だったらカタカナ英語があるから、なんとなくいけるじゃないですか。それで英語を、使って喋る。で、ローカルの方がいたんで、日本語喋れるね。その方、その友達と日本語喋るぐらいで、あとはもう本当に日本語使わないですから。英語、ほとんど英語。もうどこ店行っても、買い物しても、ヘッドスパとかマッサージとかちょこちょこ行ってましたけどさ、安いから。1500円ぐらいマッサージ90分で。それでヘッドスパとかも、2、3000円払えば結構やってくれるみたいな状態だったので、そこ行って、もう英語だし、だけど、それが忘れちゃうのもったいないなと思って。全く使わないと忘れるし、今は、なんかご飯とか食べ、連れてってくれたら、どうだろうな。まあ、行ってみんとわからんな。まあでも、英語なんか、バリに行った時に急に、日本語がなくなった時に、なんかね、英語と英語を覚えようと思って、英語を覚えてたんですよ。勉強してたんですよ。そしたら、英語は、を覚えてたら、まあ、英語を覚えたてだから英語出てこないじゃないですか。インドネシア語もなんか聞いててちょろちょろ覚えてきて、でもそんなすぐ喋れるほど出てこないわけですよね。そしたら、英語一生懸命勉強して英語喋ってるから日本語が出てこなくなって、
言語をすべて忘れるっていうね、そういう状態に陥りましたね、一時。何の言葉も出てこないみたいな。あれあれあれ。あれあれみたいな。そういう状態になったんで。で帰ってきてから、なんかね、日本語が出んことありますね、でも。なんか、先にインドネシアとか英語が出てきちゃう。その単語ですよ。そんなベラベラベラっていうわけじゃなくて。ただの単語ですけど、日本語が出てこないことがありますね。だから、ただのアホになっちゃったみたいな感じですよね。っていうことはありましたね。まあ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 。まあそろそろね、バリのお話もね、これでバリに行かなければ尽きてきますんで、これでバリが終わったらどう？英語も忘れちゃうのかな？英語忘れたくないな。せっかく、あ、なんとなくわかった、みたいな。あ、聞き取れるようになった、みたいな。その、インドネシア英語とか、フィリピン英語とか、マレーシア英語とかは、丁寧に話してくれれば聞き取れるようになったんで、ネイティブのね、本も聞きたい、あ、何言ってるかわかる、みたいなぐらいには言ったんで、次ですね。次次。ちゃんと勉強して覚えていきたいなと思いますけど、もったいないのでね、英語。覚えたいな、英語。まあでも、インドネシアもやっぱりインドネシア英語だし、日本の英語はね、使えないっすね。まあ僕、勉強してたわけじゃないけど、日本の英語なんか、なんでそんなことを教えとったみたいな。こと、もう多々ありますね。その、なんでそんな、僕、中学英語とかは、まあなんとなくはわかるので、まあもともと英語好きだったんだなと思いましたけど、まあね、なんとなくわかったので、のらりくらりとやってましたけど、そろそろ11時過ぎましたね。これで、じゃあ今日は朝5時までライブをやりたいと思いますんで、お付き合い。やることもないので、朝5時まで今日はライブをやりたい。いや、もう喉ガラガラになっちゃいますよね、そんな。逆になんか風邪ひきそうですけど。いやー。でも、やっぱ、ご飯を食べて、美味しいかなと思ったんですけど、まあ、美味しいですよ。ほんと洗練されとるなーって思いますね、日本の味って。ほとんど1年間食べてないわけですからね。あ、すごい洗練された美味しい料理だなと思うけど、やっぱね、何食ってもね、味が濃い。びっくりするぐらい濃いっすね。まあ、その、バリが薄かったって言われてそれまでですけどさ、なんか素材の味って感じ、バリって、全部オーガニックみたいな。だからなんか知らんけど体調はすごい良かったですけどね。日本に帰ってきてご飯食べてどうなのかっていうね、すごい濃いもんな、全部すごいしっかり味がついてるな。あと、あの出汁がないから、出汁の味が強いですよね。やっぱ出汁がないとこう深みがないというか、あっさい味でしたね。まあ、シラバスの方でね、酒井敦さんの料理をちょこちょこ見てましたけども、料理もちょっとまた酒井さんの方も食べに行きたいなと思いますが。まあね、まあ、それにしてもしっかりついとるなと思いましたね、味が。まあ、とりあえずは、まあ、僕の方は14日間、20日ぐらい
もうちょいさ、もうちょいさ、20日ぐらいまでやって、あとは、本当、解禁ですね。まあ今、これ、2019年のカレンダーじゃん、これ。19年じゃん。もう使えんわ、これ。捨てないといけません。そっか、俺今年カレンダー買ってないんだ。買わないといけないっすね。じゃあ、ということで、まあ、長いこと、1時間喋りました。眠い中ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。コメントいただいた駿河さんもありがとうございました。チャンネル登録されてない方、ぜひしてください。あと、通知もね、頻度を設定できますんで、通知の方もしていただいて、高評価などしていただくと、こう、みんなにこう、見られていくんではないかなと思いますんで、ぜひ、お願いいたします。では、今日は、ありがとうございました。おやすみなさい。